サギちゃん、望月ひまりよ。久々にこの背景、イエーイ、戻ってきたぞ。すごい、ひまりの部屋って感じだ。我ゲット人像。うおー、まあ編集切るとこんな感じなんだけどね。ひまりももう今の事務所に来て3ヶ月、このお部屋をカミングアウトして3ヶ月、エロゲの話をし始めて3ヶ月、たくさんチャンネル登録者数が増えて、たくさんのコウサギちゃんに恵まれていますが、それ以前からのコウサギちゃん、生きてますか？あのね、アクセス解析の回でもちょっと紹介した通り、ひまりのチャンネルの再生数はもりもり増えてるんだけど、女性視聴者はもりもり減ってます。広告に頼らない真っ当な日本コウサギちゃんが増えて、ロシアンコウサギちゃんの割合が減ったんだけど、それ以上に女のコウサギちゃんが減っています。どこに行ってしまったのでしょうか。あの、ひまり、いろんなコウサギちゃんからの応援のリプライをもらったりしてたんだけど、やっぱり、ひまり黎明期からのコウサギちゃんからは、熱心なお便りをもらってたのね。ひまりちゃん大好きです。一生推しです。ひまりちゃん、このまま突き進んでいこうぜ。ひまりちゃん、永遠に推しとかね。あとは、ファンレターの中にさ、五円玉が入っててね、ひまりちゃんとご縁がありますようにって、五円玉入れときます。とか。可愛いストラップが入っててね、よかったら使ってくださいとかね、もらってたの。今いないのね。死んじゃったのかな。なんとかかんとかアットマーク望月ひまり最推しみたいな名前のアカウントでね、まあ、それはサバアカでメインアカではカフちゃん推しらしかったんだけど、女子中学生ね、クラスの子にひまりちゃんの歌を聴かせてますみたいなね、子もたくさんいたんだけど、これは嘘。たくさんはいなかったんだけど、まあ、たくさんいなかったから600万が消えたって話なんだけど、みんな、死んじゃったのかな。これを書いてくれたコウサギちゃん、生きてますか？でもさ、若干予兆はちょっと感じてたんだよね。最初の頃は、今回のひまりちゃんこんなところが可愛かったですとか、この歌歌ってくれて嬉しい、一生大好きとかいうコメントだったのに、最近は、ひまりちゃん、頑張ってねとか、ひまりちゃん、応援してるよとか、こう、なんか、あんまり親しくないクラスメイトが県大会行くから、応援する寄せ書きぐらいな内容の月並みなコメントになってきてて、あれーなんか、あーなんか熱があれー下がって、あれーって思ってたんだよね。あれかなー、やっぱ学校のみんなに広めてますって言ってたから、それを受けて見た子がひまりがエロゲプレイしてる動画とか見て、なんかからかわれちゃったりしたのかなー。お前の推しエロゲで遊んでんじゃん、うえーみたいな、うえーみたいな。ダメだよ。そういう、いじめよくない。いじめダメ。絶対。あと数年したら、ひまりの遊んでたエロゲも遊んでみてね。ひまりちゃんがどうなろうともついていきます。ひまりちゃんの思う道を突き進んでください。一生、推しです。みたいなお手紙をくれたコウサギちゃん。ひまりが思う道を突き進んだら、消えてしまったコウサギちゃん。死んでしまったのですか？ひまりの思う道、ありのままのひまりは、ちょっと、攻めすぎでしたか？ひまりは、引き続き、やっていきます。よろしくお願いします！でもね、こうやって、ちょっと、落ち込んでたひまりに、温かい声が届いてます。女のコウサギちゃんから、一部、紹介させていただきます。600万溶かした動画から入った、女子コウサギです。見てます。エロゲトーク面白いし、ひまりちゃん自体が可愛いしで、推しです。一生ついていきます！エロゲは全然知らない分野で最初は驚きましたが、ひまりちゃんが面白く話してくれるおかげで、とても楽しく見れてます。これからも活動頑張ってください。女性視聴者より、私も女の子よ。女だけど見てます。私は、ひまりの女オタだよ。エロゲひまりめっちゃ初期。あの、エロゲ自体も初期かな。エロゲ女子が流行ればいいと思う。女だけど、毎動画見てます。エロゲ好きだし、ひまりちゃんのエロゲトークも大好き。
とね、あったかい女の子からのメッセージをいただけました。まあ、私女だからで始まる文章に関しては、若干こうね、本当に女性なのは半分ぐらいだとひまりは思ってるので、半分ありがとうを捧げます。ありがとう。あとね、ちらほら意見をいただくのが、ひまりはエロゲでエロこびをしているという意見もね、ちょこちょこごく稀にいただくことがあります。ひまりは言いたい。エロこびならもっと他にやり方があるだろう。以上、望月ひまりでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしく。